んにちは。30代以降の女性専用ダイエットトレーナー、りょうだよ。ということで、今回はみんな、納豆食べてる。ダイエット中に納豆食べなきゃ。損だよ。ダイエットにめちゃくちゃいいと言われている納豆。ね、みんなも知ってると思うんだけどさ、この納豆に混ぜると、ダイエット効果が爆上がりする食材、知ってる？ね、納豆に混ぜるだけで、ダイエット効果が上がるんだったら、混ぜた方がいいよね。いいんだよ。そして、納豆の痩せる食べ方、知ってる？こちら知らないとね、かえって納豆を食べて太ってしまう原因になってしまう。せっかく食べるなら、痩せる食べ方したいよね。そして、納豆の痩せる食べ方を知り、納豆に混ぜるとダイエット効果が高まる食材を知り、そのレシピも知れたら、ウレピーマンチンジャーロースじゃない？ウレピーマンなんだ。また、このチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていてくれよな。感想やリクエストもコメントにじゃんじゃん書き込んでくれ。それでは早速、納豆に混ぜるとダイエット効果が高まる食材を使いながら、レシピを作っていこう。それでは、レッツゴー！ではまず、納豆をね、お椀に入れていこう。で、これみんな知ってる？このさ、この端っここうやってちょっと出して、こうやって引っ張っていくとな、こう、納豆がくっつかないんです。で、これね、こう上にこうやってペタペタってくっつければもう、完璧！こう、テレンプいっても、やば足りねえんだ。これね、マジでね、納豆のね、フィルムをきれいに剥がす裏技、やってみて。でね、なんでね、納豆がダイエットにいいかというと、ビタミン B2 が豊富。で、ビタミン B2 には、脂肪燃焼率をね、高めてくれる役割があるんだ。ウレピーマンだろ？そして、食物繊維も豊富なため、お便秘解消効果が高いんだ。そしてね、納豆菌、ね、このネバネバ納豆に含まれている納豆菌には、腸内環境を整えてくれる役割がある。腸内環境が整えば、痩せやすい菌が体の中に増えてくれるんだ。そしてなんといってもみんなご存知、納豆キナーゼ。納豆キナーゼにはね、血流を良くして、代謝を高め、痩せやすくしてくれるやつ。ライトが今、机の上から落ちてしまったけどね。まあ、脂肪も落ちてくれる納豆なんだ。ただね、納豆は、やっぱり健康にもダイエットにもいいけど、食べ過ぎは注意が必要。で、1日、まあ、1パックから2パックぐらいまでがおすすめ。それ以上食べてしまうと、栄養素のね、吸収を阻害してしまって、逆に代謝が落ち、痩せにくくなってしまったりとかもするからね、注意が必要なんだ。そしたらね、納豆に付属されているタレとね、からしを入れていこう。あとはね、納豆ってどのタイミングで食べた方がいいのって悩む方いると思うんだけど、朝か夜がおすすめ、僕は。朝に食べてあげると、一日中ね、脂肪を燃えやすい状態にしてくれるし、夜に食べると、こう、疲労回復効果とか、睡眠の質を高めてくれたりとかもするから、まあ、自分の目的に合わせて、得たい効果に合わせて食べてあげれるといいと思います。そしてここにですね、キムチを入れていくんです。キムチは納豆との相性抜群なんだ。まあ納豆は発酵食品で、キムチも発酵食品。だから発酵食品がね、合わさって、めちゃくちゃダイエット効果高めてくれるんだよ。具体的には納豆に含まれる納豆菌と、キムチに含まれる乳酸菌。これはお友達です。それぞれの菌がダイエット効果を相乗効果で高めてくれる。特にね、便秘に悩んでいる方というのは、この組み合わせおすすめだぜ。腸内環境を超綺麗にしてくれるからな。これ腸だけに。そしたらね、ここにネギも加えていこう。ね、ネギを、こう、わーってね。でね、なぜ納豆とネギの相性がいいかというと、ネギにはビタミン B1 の働きを高めてくれる役割がある。で、納豆にもね、ビタミン B1 含まれるんですよ。なので、納豆に含まれているビタミン B1 の働きをネギが高めてくれる。そのことによって、糖質の代謝が高まり、痩せやすく太りにくくなるんだ。だから僕は、ネギがネギって言ったら、絶対にネギを買って、納豆に混ぜる。ね、ネギだけに、ネギって言ったら、ネギを買ってくるんだ。みんな。そして次にツナ缶を入れていく。これはノンオイルのツナ缶を入れていくぜ。ツナ缶にはタンパク質が豊富なんだ。タンパク質は筋肉を作り、代謝を高め、痩せやすく、太りにくい体を作ってくれるから、マジでダイエット中タンパク質大事。でね、納豆にもさ、タンパク質って含まれるイメージあるじゃん。でも実は納豆1パックあたり、タンパク質ってだいたい 5g から 6g しか含まれていないんだよね。1食あたりのタンパク質の量って、だいたい20から 30g 取るといいよって言われている。納豆どうだ？1パックで 5g から6g だと、タンパク質の量足りてないんだよ。なので、ツナ缶とかをね、こう加えてあげて、タンパク質の量を他の食材と補ってあげること、とても大切だね。生命保険ぐらい大切なんだ。だからね、しっかりとツナ缶、こちらを今回は加えて、納豆に足りていないタンパク質というのをプラスしていってあげよう。そしてね、ここにメカブも加えていくんだ。メカブな。これも食物繊維たっぷりで、こいつがいるだけでね、もうスルスルスルっとね、食べやすくなるし、スルスルスルっとね、脂肪肪も落ちやすくなるし、スルスルスルってね、こうね、便秘解消効果も得られるんだ。ね、だからね、こうダイエットのサポートをスルスルスルっとこうね、するんだ。スルスルスルっとする。そしてこの子たちを混ぜ混ぜしていくぜ。でね、今回混ぜている食材はすべて納豆との相性が抜群なんだ。もう納豆との相性がいいものしか入れていない。まあ、生きていればね、自分と合わないなーっていう人とは必ず出会うと思うんだよね。少なからず自分に合わない人とはね、あんまり無理して関わる必要はないと思う。ね、あなたのことを大切にしてくれない人を大切にする必要は僕はないと思うしね。自分を、ね、マイナスな気持ちにさせる人と出会って、そういう人を知れた時点でプラスなんだよ。今後、あ、そういう人と関わらない方がいいんだって知ることができるから、マイナスな気持ちにさせる人と出会えたこと時点で、あなたはプラスです。ね、嫌われることをね、避けて、自分を隠して、嫌いな相手と無理して付き合うほど、ね、自分が嫌いになるしね、好きな人といることが大切。そして誰といないかが大切。なので、この納豆は今、自分と相性のいい人たちとしか、これはいないんだ。で、逆に自分と相性の悪い人たちとは関わらないようにしている、これが納豆のレシピなんだ。これはもう納豆との相性抜群な食材しか入ってないから、ぜひ食べてみてくれ。で、ここでね、量の納豆を食べるポイントなんだけど、ご飯の上にかけるときは熱々のご飯の上にはかけないこと。で、納豆に含まれるナトキナーゼは、なんと、熱に弱いんだよ。だからね、納豆キナーゼの効果をね、十分に得たいときは、熱々のご飯にかけず、ちょっと冷めたところ。まあ、大体ね、人肌ぐらいの暖かさだったら大丈夫。まあ、このご飯は僕のようにクールなんだ。ね、クールだ。僕はクールな男だろ？これはクールなご飯になっているから、安心だな。僕はクールな。では、かけていく。でね、これだけでも十分に美味しそうなんだけど、ここになんと、卵。はい、乗せていきマッチョです。今回はね、卵黄を乗せていきます。そして最後の締め、ごま油。こいつをね、ちょっと一回しかけていくと。それでは完成！超デトックス悪魔の納豆キムチご飯イエーイ！ではね、早速できたので食べていきたいと思うぜ。このさ、卵さ、割るシーンやりたくない？卵割るシーン。美味しいんだよ、絶対。いくぜ。パチッてこう。とろ、うわ、やっぱ。とろっとろ。とろっとろ、トトロや。な。トロ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 、ちょっと何言ってるか分かんないこれ。ではね、いただきまーす。やーば、トロトロや。究極。いや、マジでこれはうまい。全米の量がびっくりするぐらいうまい。もうダイエットにいいさ、食材しか入ってないわけですよ。なのに美味しいって嬉しい。なかなか体重が落ちない人、本当に食べてきて、食べてきて、食べてきて。ね、諦めるのはまだ早いぜ。ネバーギブアップだ。こう、納豆だけにね、ネバネバネバギブアップ。ではね、今回、納豆に混ぜると、ダイエット効果が高まる食材、そしてレシピを紹介し、納豆の痩せる食べ方というのを紹介してきた。あなたもダイエットを成功させたいなら、食べてみてあげてくれ。ただね、これだけ食べていても、痩せることはできないぜ。正しい運動と、正しい食事というのが大切。これを食べる以外にも、3食バランスよく食事を食べてみてあげてくれ。もしね、バランスのいい食事の取り方がわからない、正しく自分が食事できているのかわからないという方は、僕もトレーナーとして、食事をサポートするプログラムを行っている。あなたの食事がバランスよく取れているか、正しくダイエットができているかチェックするプログラムだ。もし僕にダイエットのサポートをしてほしいという方は、概要欄に食事サポートプログラムのリンクを載せておくから、そちらから申し込んでみてくれ。次回もダイエットに役立つ情報を投稿していくから、楽しみにしていてくれ。また次の動画でお会いしよう。またね。